変わってしまった友人。私には中学、高校と仲の良かった友人がいました。しばらくは疎遠だったのですが、社会人になってから久しぶりに連絡が来ました。久しぶり、元気にしてたかと思って、ねえ、今度会わない？もちろん断る理由もなく、行くと即答しました。共に過ごした楽しい日々を思い返すと、社会人になってからの苦しい日々がまるで嘘のように感じられ、おのずと私のテンションも上がります。それからは友人と会う日を糧に頑張りました。当日、再会した友人は記憶と同じでほとんど変わっていませんでした。私にとってはその変わっていないということがとても嬉しく、なんだか自分を肯定されたような気すらします。友人との思い出話は大いに盛り上がり、ああ、来てよかった、と実感していました。ところで、あなた最近どうなの？なんか疲れてるように見えるけど。友人からそう切り出されたとき、心を見透かされているようでドキッとしました。確かに当時の私は厳しい世の中の現実に打ちのめされていました。じゃあさ、このお守りあげる。そう言って友人は私に数珠をくれました。その数珠は特殊なものらしく、心身を守る力があるのだとか。手土産までくれて、やはりこの友人は最高だなと改めて私は思い、また会う約束をして、その日は別れました。それからというもの、友人とは月2回ほどのペースで会うようになりました。友人は会うたびに私の体を気遣い、いろいろなものをくれます。この水はね、〇〇という場所で採れたもので、食品に含まれる添加物を無害化してくれるの。こっちのこれは天然成分のみで作られた化粧品だから、絶対肌荒れしないの。友人がくれるものは、どれも体を思って生産されたもので、そこらでは売っていません。値段も高いし、説明も説得力があって、友人が本当に私のことを思って、いいアイテムを勧めてくれているんだなと感じます。こうして、友人と何度も会うようになった、ある日のことでした。ねえ、あなたさ、お金欲しくない？ちょっといい話があるんだけど、今度講演会があるんだけど来る？私の仕事は薄給で、常に生活が逼迫している状況でした。友人は何もしなくてもお金が手に入る方法がある。そう言っています。そんなことを大切な友人から言われて、やらない手はありません。こうして、信用している人からの思いがけない提案へ、私は見事に食いついてしまったのです。ねえ、それってもしかして、〇〇会社の製品？ある日、職場の同僚から突然、そんなことを言われました。そうだけど、知ってるんですか？これすごくいいですよね。まあ、いいって感じてるなら、いいけど、あんまり深入りしない方がいいよ。それってどういう意味ですか？知らないの？
マルチだよ、マルチ。マルチ？知らない単語に困惑するも、同僚はそれ以上教えてくれず、自分で調べるしかありません。そこで、マルチと調べてみると、マルチ商法というキーワードが出現しました。知れば知るほど私は衝撃を受けて目の前が真っ暗になります。友人と講演会へ行く直前で気づいたのは幸いでしたが、断ることもできず、そのまま参加することとなってしまいました。講演会当日、妙にテンションが高い友人と共に会場へ入ると、異様な熱気が広がっていました。先生と呼ばれる方が壇上へ上がると、一斉に上がる称賛の嵐。ようやく収まったかと思うと、饒舌に話が進んでいきます。この世の中はいかに悪や危険に満ちているか、そこから身を守るにはどうすればよいか。最初はお金がかかりますが、あとは逆にあなたへお金が入ります。ここにいる人は安心です。守られています。など。ギャラリーたちの反応もまるで深夜の通販番組を見ているかのようなオーバー加減。隣にいる友人も興奮気味に相槌を打っています。しかし私には講演の内容は根拠もない、いわゆるデタラメにしか聞こえませんでした。やっぱりためになるね。今日はなんか頭が良くなった気がするね。あなたはどうだった？なんかすごかったね。ああ、友人はすっかり染まって信じきっているんだなと思いつつ、なんとか救いたいという気持ちになりました。そこでやめればよかったのでしょうが、私は説得を試みたのです。しかし、心底信じきっている友人との議論は平行線のまま、どうにも救えそうにありません。騙されてなんかない。あなたからそんなこと言われるなんて思わなかった。もう絶好だね。信じる者は救われる。そういう言葉あるでしょ？あなた信じられないの？無理だわ。別れ際、私は友人に尋ねました。ねえ、なんで私を誘ったの？私は、あなたも助けてあげたかっただけなのに。それは、友人から聞いた最後の言葉でした。友人とは音信不通となり、その後のことはわかりません。ですが、後に聞いた話では、友人は不幸が重なって大変な目に遭った頃その団体へ加わり、のめり込んでいったそうです。私は今でもあの変わらない友人の笑顔が忘れられません。SNS 自慢。今の時代は自分自身が SNS で生活スタイルなどを公開していないとしても、他人の情報をよく見ている方は多いと思います。私も自分の生活スタイルなどは積極的に発信しないものの、有名人や友達、ちょっと顔見知りのママ友の SNS アカウントを見ることが一つの習慣になっています。私の子供が通っていた中学は私立だったので、
割と生活に豊かな人が多いというイメージでした。その中でも、とっても目立つママさんグループがいくつかありました。私の子は学校外でクラブチームに所属する体育会系だったので、学校内でのお友達は広く浅くといった感じなようでした。そのため、私的にもそのあたりは楽で、中学のママ友さんとは当たり障りのないようにお付き合いしていました。ところが、ある年、クラスの役員さんの一人に選ばれてしまいました。まあ、公平な決め方をしていたため、仕方ないか、と受けることにしたのです。学校の大きな行事が迫り、週末は役員さんで集まることが多くなりました。クラスごとに4人の役員、それが5クラスあったので、人数が集まると自然と他人の噂話が始まります。私はその時に初めてこの学校内で強烈なママグループの争いみたいなことがあると聞いたのです。一つのグループは読者モデルをされている方がリーダー的存在で目立つため、私もなんとなくは存在を知っていました。もう一つのママ友グループは、いわゆるご主人がお金持ちだったり、スポーツの世界で少し名の知れた方などもいて、ブランド志向といった感じでしょうか。この二つのママ友グループは、とても仲が悪かったのです。そう言われてから意識してみると、確かに両グループは、学校行事がある際、それぞれのグループで塊になり、周りにも圧を与えているなと、鈍感な私でもわかりました。読者モデルのママさんリーダーは、学校内でも有名だったので、私もたまに SNS を見ることがありました。内容は、ランチ会、ブランド物、高級車。夏休みや冬休みはバリ島にハワイなどなど。本人は自覚がないのでしょうが、反感を買うだろうな、と思ってしまうようなものばかり。私も知っている有名な読者モデルの方もたまーに登場したりするので、こんなすごい人が子供の学校の同じ父母なんだ、と思うと、すごいなぁと思いつつも、好感は持てないかな、と思う部分もありました。それはどうやら自分だけではなかったようで、まさかという出来事が起きたのです。読者モデルをしているそのママのご主人と、あるママさんが、不倫をしている噂が出回りました。最初は信じられませんでしたが、不倫相手のママさんは、とても美しいと校内でも評判の、実家がお金持ちのシングルマザーだというのです。確かに、読者モデルをしているママさんよりも、ぐんと大人のアダルトな雰囲気を持っている方ではありました。それなのにシングルだから、ある意味とても目立つ方でしたが、いつも群れずに一人で学校行事に参加されていることが多かったので、私は挨拶程度しかしたことがありません。以前は先生との不倫疑惑もあったらしく、なかなかのトラブルメーカーでもあったようです。読者モデルをされているママさんのご主人は、元スポーツ選手だったようで、私は存じ上げませんが、知る人ぞ知るという結構なイケメンなんだそうです。
不倫騒動を聞いた後は、毎日何度も更新があった。読者モデルママの SNS の更新がピタリと止まったので、何かがあったのは推測できました。私の周りのママさんたち曰く、読者モデルママはあんまり派手な生活をアピールするから、こういう結末になるんだとバッシングをしていました。これも噂なのですが、どうやら読者モデルママのグループと敵対しているグループが、いつかギャフンと言わせるために、例のシングルマザーをご主人に刺客として仕向けたとか、その話を聞いたときは、本当に背筋がゾッとしましたが、同じく役員をしているママさん曰く、ママ友の世界はこんなことは日常だというのです。巻き込まれないようにするには、SNS でのリア充自慢はしない方がいいよね。と、笑いながら言っているママの顔が、なんとも怖かったです。仲の良い夫婦。私たち夫婦は同じ病院に勤務している医療従事者です。総合病院ということもあり、実に様々な患者さんがやってきます。中には接し方に困るような患者さんや、そのご家族の方に出くわすことも少なくありません。それでも命を扱う現場で働けることを誇りに思い、毎日働いています。これはその病院で起こった出来事です。その日、勤務を終えて深夜に帰宅した夫は、何とも言えない不思議な表情をしていました。いつもの疲れ切った顔でもなく、大きな手術を無事終えられた達成感に満ちた顔でもなく、まるで奥歯に物が挟まっているかのような、何とも言えない表情でした。一体何があったのかと尋ねると、夫は少しためらいながらも、ある出来事を話してくれました。夫は脳外科医で、救急で運ばれてくる患者さんの対応もしています。患者さんの情報や病状などはすべて個人情報になるので、基本的には他人へ話してはいけない決まりなのですが、私も同じ病院に働いていることもあり、夫はその日運ばれてきた患者さんについて話し始めました。救急車で運ばれてきたその男性は、脚立に乗って作業をしている際、誤って転倒し、頭を打って意識不明の状態だったそうです。しかし、夫たち医師が頭の傷や症状を見てみたところ、どうもおかしい。脚立から落ちただけでは、このような状態にはならないように感じた、というのです。本人にどのような状況で脚立から落ちることになってしまったのか、詳しく聞くことができれば一番いいのですが、本人は意識不明の重体です。そこで患者さんのご家族に話を聞くことにしたそうです。患者さんに付き添って救急車に乗ってやってきたのは彼の奥さんでした。しかし、その奥さんは耳が聞こえず、病院にはその時手話を使える人がいなかったので、間もなく呼ばれてやってきた彼らの息子が奥さんの話を通訳してくれることになりました。
息子さんの話を聞くところによると、この夫婦は非常に仲がいいと近所でも評判だったそうです。昭和の男性らしく、少し頑固なところがある夫。そして、その夫に三歩下がってついていく、おしとやかな妻という感じです。病院内でも奥さんは患者さんから離れることを非常に嫌がり、ひどく動揺していたそうです。息子が言うには、その事故が起きた時、家には旦那さんと奥さんの二人しかいなかったとのこと。奥さんが台所で作業をしていると、旦那さんの部屋から、ドンと鈍い音が聞こえて、何事かと急いで行ってみると、そこには脚立の横に横たわる旦那さんの姿があったらしいです。奥さんは大慌てで旦那さんの体を叩くも反応はなく、震える手で息子へ連絡し、息子が救急車を呼んだようでした。奥さんが旦那さんを見つけた時は、すでに転倒していたので、一体どのような状況で脚立から落ちてしまったのかはわからない、とのことでした。脚立は背の高い本棚のそばにあったので、おそらくは棚の上の方にある本を取ろうとして、誤って脚立から足を滑らせるか、踏み外すかして落ちてしまったのだろうと推測できます。でも、傷を見た感じだと、脚立から落ちてできたような傷じゃないってことなんだね。私が夫にそう確認すると、うなずきながら夫は続けます。そもそも、息子が病院に呼ばれた理由は何だった？どうして奥さんには夫が脚立から落ちた音が聞こえたんだろう？その旦那さんは治療の甲斐なく数日後に亡くなってしまったので真相はわかりません。人が変わる。ある人の行動や性格が急にいつもと違うようになると人が変わると言いますが、性格が急に変わってしまった人がいます。その子を仮に A としますが、A はもともととても嫌な性格をしていました。常に人を疑ってかかり、そのくせ真偽を自分で確認しようともせず、いつも他人が悪いと愚痴っていました。自分が忘れただけのものを、お前が隠したのか、とヒステリーを起こすこともしばしばで、そんな風だから友達も私しかおらず、私も内心、A のことを嫌な人だと思っていました。けれど、そんな A にもいいところはあったし、最後にはきちんと謝罪をしてくれるような人だったので、私は A を嫌な人だと思いつつも、A から離れることができませんでした。中学2年生になって、ある日のことでした。いつものように教室に行くと、A が笑顔でおはようと挨拶してきたのです。私はすぐに A の行動に違和感を覚えました。A は前述の通りの性格ですから、自分から挨拶などしたことがありません。いつも私からでした。なのに今日は、元気に挨拶をしてきた。
強烈な違和感を覚えたのは私だけではなく、クラスの人たちも戸惑っているようでした。もしかしてからかっているのではないかと、しばらく合わせてみましたが、いつもの素が出る様子が全くありません。その日の A は終始ほがらかで冗談をよく言って、人と話すときはいつも笑顔で元気に喋っていました。突然、今までとはまるで正反対の人間になったのです。どうせ明日にはまたいつもの A だろうと思っていましたが、その日から本当に A は変わってしまいました。陰湿で疑い深くて、しかしそれでも離れがたかった A はもういません。A はその日を境に人が変わってしまったのです。あの日から明るくなった A はまるで作り物のように思えて、私はそれ以来 A と疎遠になりました。A はその後たくさん友達もできて人気者になりましたが、私は今でも今の A が恐ろしくてなりません。人の性格が一晩で変わるものなのでしょうか。もし変わるとしても、十数年培った性格が急に変わるものなのでしょうか。長年友達だった私には、今の A が A という皮をかぶった別人にしか見えません。何より人が変わってからの A は笑顔を作っていても目が全く笑っていませんでした。誰に対しても濁った目を歪めながら口だけを大きく笑わせていたのです。陰鬱だった時の A は珍しく笑う時があると本当に嬉しそうに笑っていたのに、変わってしまった A の笑顔を思い出すと今でも背筋が少し寒くなります。私のお友達だった A は一体どこへ行ってしまったのでしょうか。隠し事だらけの S さん。私の職場には S さんという方がいらっしゃる。いや、いらっしゃったのですが、いろいろと衝撃を受けましたのでお話しさせていただきます。S さんは私より3年ほど先輩で、もはや一人前に仕事を任され始める立場ではありました。しかし、毎日のように先輩方から怒られていて、まだ新人の私から見ると、みんなそんなに怒ることないのにな、かわいそうに、とかばいたくなるような状況でした。ところが、私も仕事を覚えて行き、会社の歯車として活躍できるようになった頃、S さんが怒られる理由が分かってきました。S さんは必要な報告を一切あげないのです。仕事の進捗など、社内の出来事はもちろんのこと、他社からの請求書といった大事な案件まで全てです。S さんに届いた出来事は S さんで止まってしまうのです。よく会社宛てに弁護士さんからお手紙が来るなぁとは思っていましたが、それらの内容はすべて他社からいただいた請求書が S さんで止まって未払いとなっていたことへの催促状だったのです。当然ながら、上司や社長は激怒します。しかし、当の S さんは、すいません。
というばかりで、本当に反省してないようで、何度も同じ過ちを繰り返します。お客さんから S さんに直接支払いの催促があった時など、S さんは、あれ?経理の子に言ったはずなんですけどね。もう一度言っておきます。なんて言っているそうで、他人事です。完全に S さんのせいなのですが。その反面、私たち後輩へは先輩ずらした会話をしてくるのです。会話だけを聞くと、仕事できる人なのかな、と錯覚を覚えるほどの饒舌ぶりでした。そんなある日、S さんが行方をくらませました。携帯以外の荷物やら財布やらすべてを置いて、出張先から忽然と姿を消したのです。S さんが受け持っていた仕事はすべて止まり、会社にクレームの嵐が吹き荒れます。日々の対応に追われながらも S さんを探し、ついに実家へ戻っていたことが判明しました。S さんは行方をくらました罰として、与えられていた会社携帯を没収されたのですが、ここから驚きの事実が溢れ出てきます。まず、罰位置だったのは知られていたのですが、とんでもない額の借金も抱えていました。以前会社を作ったものの失敗し、負債を抱えていたそうです。奥に届く金額なんて、個人で返せるのかなと思います。別れた奥さんとの間には、中学生になる息子さんもいらっしゃったのですが、養育費は払っていませんでした。それなのに、出張した時には会社の経費を、接待代としてお客さんと飲んでいるように見せかけて使い込み、夜の街で、豪遊していたことも明らかになりました。女の子たちと仮装してはしゃいでいる写真も携帯から出てきて呆れてしまいました。そしてどうやら飲み屋も経営していたような感じがあったそうです。さらに驚いたのが隠し子の存在です。その子供も中学生ぐらいの男子で、結婚と同時に関係があったと推測されます。しかも、隠し子の方には良い父親面をしていて、その子から、お父さんいつもありがとう、お仕事お疲れ様、なんて感謝のメールが入っていました。別れた家庭の方には、父親らしいことは一切していないのに、S さんのご親族もあっけに取られていました。S さんは会社でパワハラを受けていると言って、実家にかくまってもらっていたようですが、そんな嘘はすぐにバレたようです。世の中こんな人がいるんだなぁと強く感じさせた S さんは、その後、任せられた仕事があらかた片付いた頃、また行方不明となり、その後のことはわかりません。最後に、ちょっとホラーな出来事が一つありました。別れた奥さんとの息子さんが、友達と遊んだ時の写真を撮って、S さんに送っていたそうなんです。その写真を見た会社の人たちがざわついていたので、なんだろうと思い、私も見せてもらいました。その写真は、息子さんが建物の壁の前に立っている様子を写したものでした。写真には、息子さん一人だけが写り、他人は入っていない状況です。なのに、
息子さんの腕が一本多いのです。私は人生で初めて心霊写真を見て、本当に震えが出ました。S さんにはきっと、まだ隠している事実があるのではないかと感じています。